宇宙旅行に見せられた男。ひろさん、はい、スペーシーな、またスペーシースペーシーですよ。久々に会ったと面白いんですけどね。何を言うの、久しぶりだよね。お待ちしました。ひろさん、これどういう、地球をね外から見たい夢があって、アメリカの宇宙会社かな、宇宙会社が組んだ宇宙旅行の、うん、企画があって、絶対行こうと思って応募したら、それだけでみんなが騒いでるってだけなんですよ。僕としては当たり前なんですけどね。人類初でしょ、そういう民間人が宇宙旅行するのは。初ですよ、初です。だから何十分ぐらいなんだって。2001年なんですよ。来年じゃないですか、その最初が。来年じゃないですか。そうなの。でも遅れてるみたい。あ、まだ、うん、そこはいいけど、深夜に教えてくれるって言ってるんですよ。本当に、もう絶対途中が絶対途中。おい、飛行機も嫌いですよ。高いとこがダメなの。あ、ジェットコースターいっぱいいっぱい。あの段がギリギリ。続いてはこちらです。アメ車に見せられた男。ジェイさん、僕が乗ってる、うん、あのマスタングっていう車は、うん、1964年の一番最初のやつで、うん、去年の年末めちゃめちゃ混んでる時に煙吹いて走ってましたからね。で、前が見えなくなっちゃって、そんなね、かっこつけなきゃいけないじゃないですか。そういうもんなんだっていう顔しながら、こう倒れすぎながら、こう煙どん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 、みんながもう大丈夫かって顔してるんですよ。爆発するじゃないかお前。ほんとそんな感じで、こんなことやりながら、こういうもんだみたいな。そんなわけねえんだよ。内心ドキドキ。次はアイスホッケーに見せられた男。まずアイスホッケー、うん、やってないですよ。いや、それは別にやってんだろうと思わないもん。なんかスピードがあるやつが好きなんですよ。で、今まで見た中でアイスホッケーが一番スピードがあるんですよ。自分でやろうとか思わないですか。やりました、この間。いや、どうした、滑れない。おお、ちょっと滑れない。それがスケート2回目だったんですよ。あら、ダメだ。次これです。祭りに見せられた男。完璧に信也さんですね。前にグッと盛り出しましたから、っていうか、もう本当手やんで手やんでお前ほんと師匠と祭りなんかあったらやっぱ行くわけですか。ふんどしですよ、ふんどし。ふんどしで、うん、喧嘩みこしってあるんじゃないですか。ありますね。信也さんなんかそんなあったらもう自分からそうバチ持ってもう頭がツンガツン。そんなこと、こめかみとか喧嘩できないぐらい飲んじゃうもんだって。あ、そうですか。どうでもいいやってくれみたいな。ドラムだよ、ドラムだよ。ドラムやっててそういうね、うん、太鼓っていうなんかその元祖が、うん、それよりちっちゃい頃はうちの親父が能楽師だったんで、うん、その3つの頃からやってましたけどね。杉蔵さんもあのバイオリンの英才教育を3つの時から。親御さんとしてはそのクラシックの音楽家になってもらいたいなという。ロック好きになった時にはよく親と大喧嘩してましたね。ああ、そうですか。ここまで話聞いたらね、杉蔵さんちょっとバイオリン、ええ、勘弁してくださいよ。ちょっとさら聞きたいじゃん。あ、こんなところにちょっと一発お願いしますよ。これな、お、来た。お、精神統一してな。うまい。いやだったら今この瞬間に杉蔵さんに惚れてたね。